ゆか三日夏のあのカプレイのエペさん。Peace of Jerusalem. May they be secure who love you. Peace be within your walls and security within your towers. エルサレム、主が愛された町エルサレム。このエルサレムの平和のために祈るように神様が言われています。この国際的なエルサレムの平和のために祈る日は、世界中の教団教派を超え、10月の第1日曜日に毎年開催されています。この呼びかけは神様の計画と目的に従い、エルサレムとそのすべての住民のため、地球規模で持続的に取りなし祈ることを目的とし発信されています。2017年10月1日、今年もこの東京からエルサレムの平和のために祈りの手を挙げます。חזק את ירושלים ואהבה שלום עליה ועל כל תושביה. בשם ישוע אנו מתפללים, אמן. 愛する天のお父様、今日のこの特別な日を心から感謝しています。世界の人々がエルサレムに目を向け、フィンランドとイスラエルのためのヨーロッパ連合からご挨拶を送ります。再びエルサレムの平和のために祈る時期がやってきました。エルサレムの平和のために祈れとは聖書に書いてある事柄です。つまり世界中の信じる者たちが日々祈るべき事柄なのです。聖書にですね、エルサレムの平和のために祈れって書いてあるんですね。これは神様の命令ですから、私たちが祈るということは主に従うことになり、またいろいろな問題とか困難が今エルサレムにありますが、そのための大きな助けとなるということをね、感じます。